大丈夫でしょう。時代は変わる時なので大丈夫でしょう。ちょっとね、その今日は経済のあるキーワードがリリスの新月の翌日かな浮かんで、そのこと配信しようと思ったんだけど、いろいろまとまってくるのがやっと今日まとまった感じで、ありがとう森さん、嬉しい嬉しい、心強いわ。よろしくお願いします。もうバッチリこの大物主とアマテラスとアバンダンティアにも守ってもらおうと思って、空間にも自分にも振ったんで、新しい豊かさの時代に入るために、はい、今日なんか龍博士のメルマガ私は撮ってるんですけど、なんと大物主が、これ結構日本神界の神さんとしてここに入ってるんですけど、豊かさの神として、大物主が疫病の神で、それを操ってるイコールコロナが大物主ですねみたいなこと書いてあって、ドンピシャすぎるやんみたいな感じなんですけどね。スサノオも疫病の神と言われますけど、それを治める力があり、必要な間だけ出して終われば収集してくれるっていうことなんですけどね。ちょっと私的に結構この内容出すのあれだなっていう、はい、やつで、これね、私の家電波悪いんで途中で途切れ途切れになるかもしれない、続行して最後に保存するんで、途切れた部分は後で見ていただけたらありがたいです。なんかねちょっと電波悪いんですよね。でちょっとね、この観音さんが11面観音なんですよ、よく見たら。で、私この長谷寺の観音さんも11面観音なんで、この間観音さんとこ行った時に祈願したこれもお守りで置いて始めます。大秘宝祈願成就ですから。この言葉が来たんですよ、経済。その経済の漢字が違うかったんです。これ恵まれる財で来たんです。は、経済って経済かってなって、あ、これ反転するかあれやな、まあいいか、口で説明しますね。経済の、じゃあ今の経済ってなんだろうって思ったら、これね、何かを経て済んだものって意味だなと思って、終わった過去のものなんですよね。それは結果であり成果であり、お金という生み出した物質であり、経て終わった済んだものなんですよね。それで経済ってじゃあ何だろうって考えたら、恵まれた財、恵まれた財なんですよ。これを経済って頭浮かんだ時に、経済って私たちそのものだなと思ったんです。それは今の経済はお金とか仕事とか地位とか、パワー的なもの、名声とか、そうですね、影響力とかも全部そうですけど、そういうもので、もその時浮かんだ経済というのは、あ、ゆかちゃんやっほー、光ハートだよさん、あ、コロナのこと教えてくれてありがとうね、太陽の王冠。経済っていうのは私たちが今持っているもの、恵まれているもの、自分個人個人一人一人の才能、心、笑うこともそうですし、今までその人がみんな経験してきた人それぞれの人生も全部財は宝なんで、貴重な宝って意味ですね。調べました意味を。その財を生かすのが経済、それを回すのが経済循環だと思ったんです。
豊かになるためにお金を獲得して、お金がいくあったら豊かなんじゃなくて、お金を稼ぐために影響力をつけるわけでもなく、今持っているものを生かすだけ、今持っているものを動かすだけなんだっていうことに気づいたわけじゃないな、インスピレーションですねで、私の中で経済ね、この古い方の経済ね、これもそもそも突き詰めていけば一次生産、食だと思ってたんですね。何もないとこ、ゼロから何かを生み出す行為って農業なんですよね、食。何もないところに種を植えて食物が出てくる、育ってくる。大地のエネルギーと天のエネルギーを吸収してそこに物が生じる。これは一次生産にしかないことなんですよ。機械も、なんかのサービスも全部あるものを組み合わせて作るものなんですよね。でもゼロから一を生じるのが農業なんですよね。でこれはもう大地の恵み、天の恵みを私たちは収穫するという行為でしかないわけです。でこれがお金になる始まり、そしてこれがお金になって出たお金の余剰がいろんなサービスとか他の物質、家具とかもそうですね、そういう一次生産ではない次の経済の流れに乗るお金になる。だから突き詰めていくと最終は農業、食生産、地球と天からいただくものが経済の根本にあるっていうふうに、私は思ってます。でこれが変化して目に見える形になったのがお金だと思ってたんです。でも今回浮かんだこの経済という言葉は、私たちの存在そのものが財なんです。私たちの体がもうすでに与えられているもので、私たちの個性一人一人が与えられて、みんなすでに存在している、それ自体が財なんです、宝なんです。だからその自分という存在が喜んでいること、笑って、それが笑っているということ自体がもうすでに財、宝を生み出している行為ですね。でそれが誰かを喜ばせることで、またそれは他者への財になって移っていく、それが豊かに流れていく、これが本当の商売ビジネスの始まりのはずなんです。あ、京子ちゃん、やい小島さん、こんばんは。だからビジネスって今までの考え方でいくと、お金をいくら回してるかということになる。だけど本当はそもそももうみんな財を持ってるんです。自分が財なんです。それを動かす、生かしたところにその豊かさのお金がまあ動いて回ってくるっていうことなんです。これは多分新しい財、新しい経済ですね。お金の次って言ったらあれなんですけど、お金消えないんですけど、多分その幕開けだなと。で私がなぜ今日これを言うのが怖いのかっていうと、これは今の経済構造を完全に崩す話になるからです。今から説明しますがそして、これはね、言葉遊びでもなく観念論でもない、リアルな革命になる話です。人がこれを知ると、その人の脳内に生じるんです、その未来が。で言葉を当てるということで、この世界に新しい経済構造がもう生まれるんです。生まれるわけです、名前つけた瞬間に。するとその経済と新しい言葉が、あ、これ言ってなかったなあ、まあこれ後で言うか
その未来が生まれたんです。今の社会の構造、経済構造、これよく見るピラミッド、よく見ますねこれ。あ、けいこさんこんばんは、ありがとうございます。ここ一般ピーポー私よく言ってますよね、 1% の人たちって75億だったかな、人間今いるの。その 1% が80か 90% の財、お金を持っている。残りの 10% を、残り75億が分けているこれは現実です。私は10年前体を壊して、食事療法、マクロビを教えてもらって、そっから勉強、職を勉強していった時に、グローバル企業とか世界のお金がどう回っているかを知ることになったんです。でその時にあまりの理不尽なシステム、そして普通の人たちの健康や人生のことは一つも政治や経済のトップ企業の観念にはないということをまだまだと実は知り、怒りに震えて政治がこのままではダメだと、世界もこのままではダメだと思って、すごい勉強をしたし、訴えようと思っていろいろ記事書いたりとかしました。でも自分自身が怒りでそれを変えようと思ってやってるから、なんだろう、生産性がないことに気づいたんですよね。だいぶ頑張ってしばらくやってた後にで、あ、レコさんありがとうございます。気づいたのは、今ある古い体制を壊すためにエネルギーを使っていたら、それで私は何もできなくなると思ったんです。今あるものに、今ある古いものを壊すことは、これかなり大きな勢力だし、私何にもないし、そこにいくら何かを言ったって影響力がないと思ったんです。そうじゃなくて、私の持っているものを生かして、私ができることをやって、新しい理想、新しい創造物を全く違うところに作る方が早いと思ったんですね。それでもその政治とかの批判も、その企業の批判、暴露もやめましたやめました。で今体質改善をし始めて、やっぱり食事、普通に私らが買える食事がやっぱりまずいことになっている。そしてそれを多くの人は知らない。私のドッグフードもそうです。ドッグフード作る時にスーパーに行っていろんなやつ見ました。裏見て安心してあげれるものなんかなかったです、並んでるやつに。それで一つも添加物の入ってないものを作ろうと思ったんです。本当に天然のものしか入ってないやつ。でもそのドッグフードの作られ方を実際に知っている人は本当に多分少ないし、それはなぜかというと、そんな悪いものを人が作って売るわけがないと善良な大半の人は思ってるからです。国や政治に対してもそうです。私たちを損傷するようなことを国がするわけがないと思ってる。大企業が私たちを損傷するようなことをするわけがないと思ってる。そういう善良な人たちはここにいる人たちですでも私はもう10年経ってこのシステムを見ても、昔のような怒り方じゃない自分に気づきました。今はこれを怒りじゃなくて新しい方を作ることに使えるようになった自分に気づいたんです。なったっていうか
あの視点が変わってたんですね。10年か経ったら知らん間にね、知らん間にねで、話を元戻すと、このピラミッドね、善良な人が悪いことすると思っていない人たちが一生懸命働きます。働いたお金稼ぎます。何か生産します。いろんなシステムによって全部吸い上げられていくことになってます。これは合法であったり非合法であったり、政治を使ったいろんな形でね、グローバル企業っていうのが、まあ悪いわけではないんですけど、一つの集約されていく形になってるんです。一本化、一つのところに、一つのものに集約されていく。お金もそうですね。で、このここにいる人たちって自分の暮らしとか自分の人生に必死で、この全体構造までなかなかねあれだし、そのまさかそんなことが行われてると疑いもしないのが普通なんですよ。だいたいこの陰謀論で終わるんです。私も昔言った時陰謀論で終わりました大半の人がね。で、だいたいの反論は、いやそんなおかしなことはあるわけないだろう、それどう考えても正しいことが通るだろうって終わるんです。私たちはそうです。ここの世界はそうです。明らかに正しく、明らかにいいことを選択しようと思ってる。でもそうではない世界もあるんです。でもこれがね、さっきのここで流れていくものって、生み出したもの、過去の実績、もの、お金でしょ。これは集約できるんですよね。でもこっちに変わったら、経済は一人一人の財を回す、恵む財と書いて経済っていう言葉がインスピレーション来たんですけど、これはもう一人一人の才能や一人一人の力をそれぞれが回して、例えばパン作るのが得意な人は誰かにパン売る、笑うのが売れすごい最高な笑顔の人だったら、それがもうその人の財なんで、それだけにあなたのそれが素晴らしいって言ってみんなが喜んで、またこの人に別のパンがやってきたりね、これ当たり前のことなんですけど、みんながこれをなんていうの、自覚したら、ただただこの何かを生み出してお金のために働いてそれを流していくっていうこのシステムから意識が変わっていくんですよね。お金を得るために影響力をつけなきゃ、お金を得るためにいいとこ入んなきゃ、お金のために株買うとか、まあ株買うのはまあそれ財を増やすためいいんですけど、根本的にはこの全部が良くなるシステムで回っていかなければ、私たちは土台が壊れていくんです。これ吸収されるばっかになってるんです。ここから次はこれなんです。まずピラミッドの吸い上げられたと思いきや、このトップのカラーもこっちに入るようにする。こっから上がっていくだけじゃなく、上がり続けてここに溜まるから、結局あれでしょ、 1% になってんですよね。ここを残りの 99% が残りを分けるという 10% を分けるという、これをこっちもこっちも回っていくようにするんです。これね、だこれが無数の人たちの間を回るようにしたら、いつの間にかこのピラミッドは平面になるんです。この三角構造のピラミッドだったやつの高さが消えて、平面の全体がここにバッて広がった世界に変わるんです。対等な世界ね。すると対等な世界では、ここに集められたらもうここで終わりだから。でも対等な全ての人たちが生み出す世界なら、全体が底上げされていくんです。みんな豊かになっていくの。
一部がと超豊かな世界じゃなくて、全体がだんだん豊かになっていく世界。でもこれは私は今すでに過去の歴史から考えたら、じわじわとこうなっていってるんだなということに気づいたんです。昔はもっともっと一人の農民の力も軽い、ピラミッド作る作業員の命もお金もなければ軽い。そこから私たちは結構豊かになってますよね、実際に。で、ある程度お金というものを使って財を増やすという自由なとこまで来てる。それは過去から振り返ればこっちに近づいてんです、こっち型にね。うん。で、時代はこっちに、多分流れはずっと行こうとしてるわけで、なぜこれになっているかというと、だけどこれはますますこうなってんですよね。これはだから結局最終局面に来ているということになると思うんですけど これね、これもちょっと説明しとこう。コロナのことをちょっと話すると、まあ知ってる人もいると思いますけど、コロナの騒動自体が今まで、そのなんていうかな、先にこれ言った方がいいかな。コロナによって今自粛してますよね。現実に感染するという危険性があるので自粛しているということは仕方ないところなんですけど、これが見方はいろいろあるんですけど、1年半続くっていう見方が結構ある出てるんです。で、1年半もしこれが続いたら、このままずっと今ほど自粛できるか分かりませんけれども、これはもう経済が崩壊するわけですよね。すでに結構淡路でも会社倒産したりとかもしてるし、実際だってお勤めに行ってた人、非正規の人は行く日数減ったら実際給料減るでしょ。で、社員であっても会社がお金なくなったら払えないから、首切るしかないじゃないですか。で、すると実際家賃とか払えなくなっていくじゃないですか。お給料貯めてたとしてもよ、1年半とかなると思ってないし、1年半過ぎてみんながじゃあ元に外に出れるようになったとして、1年半今ほど缶詰か分かんないけど、今の時点ですでに倒産が出ているということは、アメリカの失業保険の申請数とか、コロナが始まる前でかなり今まで最悪だったその倍以上になってたりね、すでにしてるんですけど、ってことは今までの既存の経済のシステムが壊れていってるわけですね。で、これが世界一斉に起こっているということは、阪神淡路とかだったら淡路だけ地震になって他のとこから救援物資来ましたよね。東日本でもそう、世界的に見てもどっかの国だけ被災しても他のとこから物資届くっていう風に助け合えたわけです。でもこれは経済のストップによる経済崩壊なので、人は実際いるし、お金はあるけど使えない状態になってるわけですね。これによって今の既存のシステム、企業が崩壊するわけです。すると一番困るのはこのピラミッドの一番下にいる人たちですね。一番すぐに逼迫する。
で、でも私いつも思うんです。ある話があってね、ある黒人さんのアメリカの、だいぶもうそれも10年ぐらい前に見た記事なんで探したけど見つからなかったけど、アメリカの、あ、あさこさん、ご声ありがとうございます。アメリカの貧民街で、そこの黒人さんたちはまあ差別されてたのもあって、仕事がなかったんですよ。当然お金もないので食べれなくて、まあ犯罪率も高いですね、そういう街ってだったんですけど、もう食べていけないから、もうとりあえずこの道路の隙間の空いてる土になんか野菜植えようって言って植え始めた人が現れたんです。すると野菜できたんですよ、そのアスファルトの端っぱのそのちっちゃい道路のところにね。でそれを食べれるってなって、じゃあ野菜自分らで食べるもん作れるんやってなって、そしたら今空いてるとこ種植えようかってなって、みんなでその植え始めたの。そしたら野菜ってちょっと植えたらすごいできるから、町中でね隙間あったらこれ野菜植えようってなってお金も仕事もないけど俺ら自由に生きていけるぜみたいな心の安心を取り戻したんですね、その人たちが。仕事なくても俺ら生きていけるわってなって、お金なくても生きていけるんやってなったことによって、安心を取り戻し元気を取り戻して、その町の犯罪率もめっちゃ下がったんです。でだから寝るとこと食べるものの確保になってきますね。だからその1年半続くかどうかはもはやこれは分からないし、案外すぐ回復する可能性もありますけど、その話が結構出てるので、今すぐどうこうじゃなくても、もし1年半続いたらどうしようって考えるとか、その際にも仕事が別になくても、田舎ならね、土地もあるし植えればいいし、それに空き家日本にいっぱいありますから、本当は政府が空き家を開放したり、なんかこうとりあえず一箇所に食べ物集めたりね、今余ったやつ集めたり、そういう救援避難っていうか、まあできるようにしたいと思うんですけど、私たちはお金がなければ死ぬと思ってます、大体。で実際お金がなければ死ぬような状態なんです。私東京にいた時思いました、東京はお金なかったら死ぬ場所やなと淡路だったら別になんかお金なくてもなんとなく周りの人野菜くれたり、いろいろとにかくなんかわからんけど生きていけるけど、自分がなんか体調崩して全然動けなくなった時に、うわ東京ってほんまになんかお金なかったら何にもできへんようになると思って、友達がその時私のところにご飯とかね届けてくれたんですけどね、水とか。まあなんかでもお金がなかったら死ぬんじゃなくて、本当は生きていけるっていうことを言いたい。そしてそれは頭をシャッフルして一回観念外したらその道が見えるので、そこちょっと言っときたいなと思って。で今実際私分かんないですよ、そんなにそこまで追い詰められてる人いないかもしれない、いないかもしれないけど、今多分まず先に追い詰められてるのは一番その下の非正規の人と経営者ですね。多分給料払えないっていう経営者が困ってるはずだから、まあ別にいいんです、すぐそれをやるとかじゃなくても、とりあえずその移動することもあり、一つのプランとして田舎の物件とか見とくとか、なんかいろいろね自分の脳がその一つの方向だけに押し込められないように、いろんなプランを見とくことが大事だなと思うわけです。はい、あ、なんか話が白熱してしまって言いたかったことが
で、あ、結局ね、ここでやりたいことってピラミッドにするために私たちのこれを管理できないとできないんですよ、あのピラミッドには。だから管理をしたいわけです、ここで一括管理。そのためにキャッシュレスになっていても、世界が現金支払いとか記録残らないから管理できないです。でもキャッシュだと全部管理できるんです、記録残ってて。しかもネットであれできるから、カードね。なおかつ iPhone とかで全部データは私らもうすでに管理されてます。管理されてもいいと思って使ってますけどはい。で、あと、これが結構重大な問題があれなんですけど、一本化していくために、世界的なグローバル企業しか今ほとんど生き残ってないですよね。アマゾンとか、まあこのアップルとかもそうですけど、マイクロソフトとかもほとんどの世界の人が知ってるような大企業が大半のシェアを占めている状態になってる。ってことは世界的にこのまた一本化が進んでいるわけです。で、私たちはネットを通じて世界中の思想もどんどん一本化しつつあるし、一つになっていってるんですよね、逆にね。うん。で、これはまあお金を通して今まで行われてきた。で、なんでこのお金でできたこのシステムが今崩壊していこうとしているかというと、これは経済のシステムを一旦今あるやつを壊して新しいのを作りたいのがあるんです。これはもちろん私らがやってんじゃない、こっちでやってんですよ。で、なんかわからんけどふと、もしかして 1% たちの中で戦いがあんのかなと思って調べたら、やっぱそういうのが起こってきてるみたいで、 1% の中にはまた 1% の世界があるんですよ。だから大富豪と言われる人たちの中の大富豪の中の大富豪みたいなもんって、だから結局全部フラクターの同じ構造になってるんだけどね。で、ここの人たちの中で戦っているわけ。今の既存のシステムで利益を得ていた人たちが、もうイーストリーゲームの今で 50%50% で取ってたやつをこっちが 100% 取りたいぜみたいなことですね。だから今ある形をぶっ壊さないといきなり全部取るのは無理だから壊しにかかってるわけです。で、それが今までは逮捕されな、なんかこう逮捕じゃないわ今までそのこういうことが起こっても有名人ってあんまり被害に遭わなかったはずなんですけど、そういう人たちも被害遭っていってるのは、まあいろんな意味でそこが 1% 同士のあれがあるっていう話があるんですけど、これはね、陰謀論的に調べていけばいっぱいあるんですよ。興味のある人は調べれば出てきます。でも、まあイルミナティとかね、でもここを一本化しようというために、ここの 1% の人たちがわざわざそのコロナ仕掛けたり経済崩壊仕掛けたり、はたまた、私たちが損傷するような食べ物を作る大企業、グローバル企業を一本化して世界の作物が全部それでほぼ占められてるとかね。まあモンサントとか有名なんですけど、日本は数十年前まで国産の 100% 国産の、しかも品種改良じゃない野菜が市場 100% だったのに、今私たちが食べている野菜スーパーに出回ってるやつね、8割はもう F1 です、品種改良した、しかも外国企業の種、海外で作ったやつで、毎年買わないと作れないやつになってます。それもまた同じ企業に、だから南米も言うたインドも日本も同じ企業のやつを作るようになっちゃってるんですよね、一本化してんの。またこれで、この人たちはまあとにかく一本化して、ここにいる人は全部悪いんじゃないんですよ結局フラクタルですから、
多分私がなんか思うけど、ビル・ゲイツでさえ、ビル・ゲイツは多分コロナ仕掛けたあれだと思うんですけど、ビル・ゲイツでさえ、あのね、コロナ仕掛けた人だと思うけど、あの、こう、すべてが巧妙なんです。何重にもかかってるんで、あの、ビル・ゲイツを調べたら、あの、伝染病に対しての、感染症に対しての対策を、私たちはもっと武器とかじゃなくてお金を使うべきだ、みたいなことを何年か前から言ってるんです。それだけ見たら、ビル・ゲイツは、すごいこの人たちのことを考えた、先を読んだ人だった、みたいな良き見方ができるんですけれども、もう、スポークスマンですね。だから言いたいのは、ビル・ゲイツでさえ多分、ここの中の言うたら下っ端なんじゃないかなって思うってことです。表に出ないもっとすごい人らがいる、ここに。で、あの、だからその機嫌取ってるって思う。だから、あの、だいぶ言っちゃった話してますけど。まあこれ私が思っているインスピレーションの話です。なんで、まあここに主役してきたわけですよね。そういう流れがある。そしてその人たちが勝手にやってる。私たちはそんなことが起こるとも思わず、ただ善良な人たちで、そんなこと疑いもせずに生きている。政府を疑う人も一定数いますけど、ほとんどいない。法律を疑う人もほとんどいない。でしょう。で、あの、ただその、法律ができてたらもう何も考えずに従いますよね。でも、おかしなことであれば、法律であろうと従わないという知性が必要なんです。必要なんです。それを、分かっていても発揮しない。分かっていても、周りに合わせる。っていうので、どんどんここまで来てしまった。あ、大量逮捕の人、知ってる人だ。そうです。まあ、あの、いろいろね、普通の人は考えられないようなシステムや構造があるんです、考え方も。で、私たちは割とこの善良に生きてるね。私は多分こういうのになぜこんなにやり方がパッてインスピレーション来たりするかっていうと、あいつは悪いやつだっていうか、自分も多分過去世でやってたからだろうなと思うんです。だからマーリンさんに、あやちゃんは相当悪いって言われてるんです。だから今回は破壊する方に回ろうかなっていう。これを。で、結局ね、でも私が一番言いたいのは、ここまでの巧妙な、政治を使ったり法律を使ったり、アーティスト、人気のアーティストを、広告に使って無意識の潜在意識にこういうのを、あの、まあ、ここのバックにいる人たちが、ね、あの、思ってほしいイメージを私たちにどんどん植え付けるわけですね。いろんな物語や音楽やいろいろ使ってね、人気のアーティストって、まあ、大体それが入ってます。でもそこまでのことをして、私たちにそれをする理由ですね、それっていかに力があっても、一般ピープルの自由意志をまとめなければこれができないからです。だから最終の選択権と自由意志はやっぱり私たちが持ってるってことなんです。私たち一人一人が持ってる。持ってなければこれわざわざ思い込ませる必要ないでしょ。そんなシステム作らなくても、と、何もわからないまま従わせればいいじゃん。でも巧妙に何年もかけて法律変えて、何年もかけて大丈夫ですよって言いながら仕組み変えて、何年もかけて好きなアーティストからそういうビジョンを私たちに浸透させて、私たちの自由意志をある方向に持っていくためにこんなに手をかけないといけないのは、私たちが自由意志だからです。一番力があるのは一般ピーポーなんです。一般ピーポーをなんとか、あの、そっちの持ってきた方に変えなければ、この人たちは何もできないです。結局だって、この吸い上げてんのだって、これが生み出したやつでしょ。生み出したやつ吸ってるだけですから、何も生み出しないから、この人たち仕組み作ってるだけ。仕組みなんですよね、結局。で、
ただ善良に生きたい人たちって一生懸命毎日働いて誰かが喜ぶことをしたら豊かになるとかそういうことだけ考えてきてるね。でもその人の愛を使ってここに吸い上げるシステムを作るんですよ。だから今のコロナだってそうですよ。あの実際聞いてる人もいると思いますけど、いつものインフルエンザも3分の1ぐらいで、コロナと合わせても実際インフルエンザより死んでる人は少ないとかね。で、多分この状態が長く続くと、そのコロナ自体で亡くなる人よりも、経済の困窮による自殺とかが絶対増えると思うんですよね。それってもう結構壊滅的というか、コロナで亡くなる人は多分もともと免疫の落ちてる人が亡くなってしまうんですよね。だから免疫上げないといけないんですけど、その数とこの世界一斉の経済的困窮による、あの貧困による死亡とか、まあいろいろそれを統計で出すかは分かりませんが、そっちの方が圧倒的に多くなるんじゃないかなっていう思います。で、だからこっちの私たちは これは思想をコントロールされてるからこうなっちゃうんですよ。でも大体だからテレビとかね、周りの人の意見とかなんか長いものに巻かれて自分で考えないと一つになっていってしまうんですよ。でも自分で考え始めたらこっちになるんです。あ、その一本化したらこのシステムだけちょっと変えたら75億のほとんどに行き渡るでしょ。でも75億全員が自分の頭で考えて自分の体験に検証して自分が納得しなければやらないとなると75億の考えを全部変えるのはもう到底無理になるんですよ。だからこっちに変わるんです。だからこの構造崩れちゃうんです、全員が考え始めたら。それはなんか既存の政府変えるとかさ、そこにいきなり行くんじゃなくて、私らの意識さえ覚醒すれば世界は一瞬にして変わってしまうんです。だってこれを作ってんのも私らだから、この構造を信じて良しとして OK している私たちがいるから成り立つ話で、私らがそう思わなければもうこれ一瞬にして消えますから、崩れるので、こっちにならないといけない。で、今まではね、そんなこと陰謀論とかさ、いや私たちの日常が大切でって思うでしょ。毎日楽しく笑顔で生きてたらいい人生になると。でもこれさえも私なんですよね、結局これ自分じゃないと思ってるから、自分だけいい波動でって申し訳ないけどそういうの生きてたらなんとかなると思うんですが、そうではない、そうではない。証拠がこれですね。自分の人生と暮らししか見ない人が増えることによって何が起こるかというと、自分の目の前しか見ないっていうことによって、今自分の目の前に来ている食べ物がどういうルートで来たか、誰が生産してどんな会社が入ってここに来たかという仕組みを知らなくなってしまうわけです。そうするとそこに人の目が入らないのね。すると普通は人の目が入らなくても個人なら人が喜ぶやり方やろうってなる。でもさっきの一本化システムを目指す人たちは大量生産になっていくんですよ。人の意思が入らない形にね、工業的なもん。すると結局食べ物が一番わかりやすいんで言うと、さっき言ったそのグローバル企業が作った品種って言うたら、もともとあった野菜たちじゃなくて、その企業が作ったやつを植えます。ヘリコプターでザーって農薬かけます。すると全ての雑草は
すべての雑草が死んで、その品種、例えばジャガイモとかコーンとか、それだけが生き残るんです。すると企業、農家楽ですよね。バーって植えて、バーって農薬かけたら、バーって育つ。しかも全部同じ形、全部同じタイミングで。すると出荷しやすい、スーパー並べやすい、綺麗に見えるっていうのでいいんですけど、でも農薬めちゃかかってるし、それ品種改良によってそうなったやつなんで、もともと強いわけじゃないんですよね。その農薬もその品種改良の種売ってる会社が作ってるので、それしか効かないのね。だから農家は種と農薬を毎年セットで買わなきゃ。しかもそれは次の年同じやつ生まれない種になってるの。昔の農家は次の年のは今日作ったその野菜から種取って保存して来年植えてました。でもこれが今毎年企業から買わないといけなくなってる。これは世界的にそうなってます。それに抗ってんのはアジアのインドとかね、あのバリもそうですね。バリは前そのグリーンスクール見に行った時に、全部無農薬、全部自家採取でした。それが普通なんですよね。それが普通だったんです、日本も。でも今そうじゃない。でも私たちは別に綺麗じゃなくても、ちょっと汚くても、安くて体に安全なやつ方が食べたいじゃないですか、本当は。でもお店に並べるとき並べにくいし、売れにくいからっていう理由でそうなってるんですよね。また脱線したまあだからそのグローバル企業を一本化していくと、そういう効率的な生産になって、その作物が世界に増えるということは、自動的に農薬とそのまあ人の思いのあまりこもらない食物がどんどん増えていく。で、恐ろしいのは一品種にもししてしまったら、一つの疫病が作物に流行った時全滅するんです、その作物は。で、実際そういうことがあったんですよ。ブラジルかどっかでジャガイモの新品種に変えたんですね、そのグローバル企業。そうするとある病気が畑で流行って全滅したんです、そのジャガイモ収穫できなかった。で、自分ら用かなんかで今までの古いジャガイモをちょっとだけ植えてた、それは生き残ってたんですよ。で、それをみんな食べてなんとか食いつないで、もう次の年からその元の品種に戻そうって言ってなって、でインドかどっかでもその新しいその品種改良された品種を植えたら、あのそこの地域は海の塩害がある地域だったんですね。で、塩害によってまた一気に全滅して、その農家は、それに変えた人たちは収穫できなくって、そこでもやっぱ生き残ったのはその土地に代々育ってきた稲だったんですよ。だ、その作物には大きく分けて原種、固定が作った品種改良の品種 F1 種とかねがあるっていうのが大きな、2つのあれがあるんですよ。で、その原種っていうのはもう元々ずっと継いできた種、固定種っていうのもそこでその土地に、そういうように何年かこうやって作って作り続けて定着した種を言います。 F1 品種っていうのは話せば長いので割愛しますが、品種改良するときにね、あのたまたま突然変異でおしべがおしべしかないやつとかできたりするんです。それに人間にとって都合のいいたくさんできるとか、あの綺麗な形とかいう品種のやつをつけて、その株をぶわって増やすんです。で、それはやりやすいからですね。あのどっちもついおしべめしべもついてるやつに、どっちもついてるやつにそのつけたやつつけるの難しいので、おしべしかないやつとか、あのそういうのを株分けして増やす。だから品種改良 F1 はもともと異常な突発的にできたその次世代を埋めないやつな、結局 ED みたいなことですED みたいなことなんですよ。次世代を埋めないものを増やして、だから今年しか使えないの。それは企業にとって都合いいですね。
次同じやつ作れないから買うしかない、また農薬とセットで、そうなってます。だからなぜ固定種原種がいいかというと、あのその理由によってなんです。そして固定種原種は一気に作れないし時間もかかったりするけどめっちゃ美味しいですだからちょっと待ってね、足前その自分がそれを勉強した時に、あの固定種原種の種でほっとく農法って言ってね怠け者なんで、農業嫌いなんで、嫌いなんですよ実際、子供の時やりすぎて。だけどあのほっとくできる限り手を抜いて無農薬でできないかいろいろちょっとやってみて、ある程度作れるんですよね。だから今年また種買ってちょっとハードやり始めようと種買いました。で、あのそっちはね、あの家庭菜園向けなんです。あの一気に出てこないのでちょっとずついい時期がバラバラ出てくるし、しかも味が濃くて美味しいし安全、しかも農薬普通のよりかけなくて済むっていう、あの各家庭が育てるのに最高なんですよね。もしこれ聞いてめっちゃ興味ある人は、野口種苗さんっていうところが原種固定種を売っているところであるので、秩父ですね、そこまで私話聞きに行ったんですけど、ぜひそこのね、もし本当に種植えを買いたいって人がいたら、ぜひ1袋300円ぐらいでいろんな品種ありますから。で結局ね、その人の体を損傷するようなものって大体地球環境も損傷するような形で作られてます。まあさっき言った F1 の品種改良は大体農薬とセット、しかも普通の農薬じゃない、もっと強いやつね。だってそれ以外全部殺しちゃうぐらいの農薬だから。農薬でも薄くて安全なやつもまあまああるんです。でもセットで売るのが目的だから。でするとまあ農薬が土に入っていって土が枯れていくわけです。で鳥とか牛とかの育て方もそうですね。もうまあその食のドキュメンタリーとか見たら絶対ほとんど出てくるんで、あのもう肉食べたくない、肉食べれないような人はそういうの見たら一気に食べるのちょっと減ると思いますあのそうもうね、あの本当にね、だから割とひどい環境で、あのその動物自身も辛い感じやし、育ててる人も辛い感じで、作業してる人も機械のように使われて生産されてるのが大体お肉とか多いですね。自然放牧とかのはもう本当に稀なん でそういうやり方、自然放牧だったらあの牛たちの糞がバーって草の上にまかれて、そのそれで草育って、鳥がそれ食べて、またそのあの鳥の糞がまたそれを育てて、牛たちがその草食べてみたいな循環になってんです、勝手に。でもブロイラーとかその、爪爪で牛とか豚育てているやつっていうのはあのね、公害にもなってるんですけど、その排泄物が工場の周りに溢れ出して、その一帯の住民のところに風で飛んでいって病気になったりで、毎日出るからそれをもう処理しきれないですよね。処理しきれないからあの川に流れていったりね、まあ外国ですけど、日本はそこまでにはだってそんなでかい工場でなかなかやってないんであれですけど、まあそういうことがあります。あ、もうあと2分長くなりすぎたまあ終わらなかったらちょっと延長します。まあそういうことがあって、あの体にいいもの、体にいいもの作るときはだいたい地球が汚れない作り方で作ったやつが作ってます。で体に悪いやつがだいたい地球を損傷するようなやり方作ってます。だから体にいいやつを選ぶのは自動的に地球を保存することになるわけです。私たち今まで食べ尽くしてますから、地球をね。でなんか地球の状態と私はもう体がイコールなんですよね。状態が同期してんの、連動してるわけ。地球の状態が悪いってことは、私ら食べてるものも自動的に
悪くなってるし、環境が悪くない、私の体も悪くなるし、もう全部ね、自分だけ見ててはもう間に合わなくなってるんです。見なかったことによってここまで来てしまっているわけです。でもみんなの意識がちゃんとここに向けば必ず改善されるので、そういうものは私たちは買わない。私たちはこういうものが食べたい、こういう世界のこういう環境で生きていきたいっていうのを明確に自分たちが思うことによって世界は変わっていく。